写真史、写真史とは、写真技術の歴史、及び写真に関連する諸事象の歴史のこと。撮影された写真作品そのものの歴史のみならず、カメラやレンズなどの機材や撮影等の技術に関する歴史、含まれる。写真の歴史に関しては、西洋と東洋において、絵画や彫刻のような著しい差はない。その原因としては、 現在の意味における写真の始まりが19世紀であり、その歴史が短いため、洋の東西で大きな差異が生じなかったこと、20世紀以降は通信手段の高度な発達により、特に先進国間においては文化状況に差異が生じにくくなっているが挙げられる。また、日本の場合には、写真はまさに輸入した表現手段で西洋の写真の 真似から始まったという経緯も深く関係している。なお、現在の意味における写真の前種としてカメラオブスクラや影絵等を挙げる考え方もある。写真が発明される19世紀以前にも光を平面に投影する試みは行われていた。画家たちは16世紀頃には立体の風景を平面に投影するためにカメラオブスクラ、暗い部屋のいやカメラシダと呼ばれる装置を用い、 その中に投影された像をトレースすることで、実景に似た絵画を描いた。この初期のカメラは像を単に壁にある開口部を通して、暗くした部屋の壁に像を投影するだけで、科学的にその像を固定する技術はまだなかった。そこで、部屋を大きなピンホールカメラにしたもので、人手でトレースする以外の方法でその像を残すことはできないものだった。世紀には、 銀とチョークの混合物に光を当てると黒くなるという、ヨハン・ハイン・リヒ・シュルツェによる1724年の発見をはじめとして塩化銀やハロゲン化銀など、銀化合物の一部は観光すると色変わることが知られており、遊戯などに用いられていたものの、これとカメラオブスクラなどを組み合わせる発想はなかった。カメラオブスクラの映像と観光材とを組み合わせ、映像を定着させる、 写真技術の発明は19世紀初めにほぼ同時に複数なされた。この時美術は新古典主義とロマン主義の並存する時期であった。また産業革命により大勢誕生した中産階級によって肖像画の需要が高まっていた。そして石版画が新聞図版や複製画などに活用され広まりつつあった。現代の写真勝利は 1840年から最初の20年の一連の改良が規定である。ニセフォール・ニエプスによる最初の写真の後、1839年にはダゲレオタイプが発表され、直後にカロタイプも発表された。写真の普及は、肖像写真の流行、1850年代のシッシキコロジオン法の発明、1871年のゼラチン乾板の発明へと続く。 最初の写真は、1827年に、フランス人発明家、ジョゼフ・ニセフォーリニエプスによる、石油の派生物である、ユデアのアスファルト、歴性を塗布した、磨いた、白目白目の板に作成された画像である。彼はもともと石板画製作に興味を持っており、やがて手で掘るのではなく、光で自動的に板を作る方法を模索した。 歴世は光に当てると硬くなって水に溶けなくなるため、これを使って印刷用の原版を作ろうとした。彼はこれをカメラオブスクラに装填して自然の映像を定着させることを思いつき、試行錯誤の結果1827年に自宅からの眺めを写した最初の写真を撮影した。カメラによる画像ではあったが、明るい日光のもと8時間もの露出が必要だった。 その後ニエプスは1724年のヨハン・ハイン・リッヒ・シュルツの発明に基づき銀化合物を使った実験を始めた。シャロン・シュル・ソーヌに住むニエプスとパリで舞台背景画家、パノラマ画家、ジオラマ作家として成功していたルイ・ジャックマンデ・ダゲールは1829年以降協力して既存の銀方式を改良した。1833年ニエプスは 脳卒中で死に、彼のノートはダゲールに残された。ダゲールには自然科学の素養はなかったが、もともと絵作家であった。彼には本物そっくりの像を作り出したいという願望はあった。彼は科学の研究を進め、二つの重要な貢献を残した。まず銀を要素蒸気にさらしてから露光し、その後水銀の蒸気に当てることにより、隠れた像を作ることができることを発見した。 これが戦造であり、露光時間の短縮に役立った。また、こうしてできた板を塩水につけると像を固定、定着でき、それ以上光にさらしても変化しなくなることを発見した。1839年、ダゲールは銅板に陽火銀を乗せた方式を発明し、これをダゲレオタイプ銀板写真と呼んだ。これは、 ニエプスの考えたように複製を無数に作ることはできず一枚限りのものだったが、これに似た方式は今日でもポラロイドで使われている。ダゲレオタイプは1839年のフランス科学芸術アカデミー席上で発表され、世界にセンセーションを起こした。フランス政府はこの特許を買い上げ、直ちにパブリックドメインにした。やがて多くの技術者たちが改良を急速に進めていった。 また、1840年代には、ダゲレオタイプ熱が吹き荒れ肖像写真の流行が起こる。イギリスの貴族、ウィリアム・ホックス・スタルボットは、イタリアへの休暇旅行で、スケッチの際にカメラルシダを使ったことからこれに興味を持つようになり、より手軽なスケッチの手段として、画像を定着させる研究を始めた。ダゲールに先んじて1835年頃に、カメラの画像から、 黒白の反転した因果を銀方式で固定する手段を発見していたが、これを秘匿したまま研究を途上で放棄しており、別の研究をしていた。しかし、ダゲールの発明を知ったタルボットは、奮起し、彼の方式を改良して、人物の写真が撮れるほどの短時間での撮影を可能にた。1840年までにタルボットは、ジョン・ハーシェルら多くの科学者の協力を得て、カロタイプ方式を 発明していた。カロタイプでは、紙に塩化銀を塗布し、中間的な印がネガを取るのに使い、ここから別の観光紙に密着焼き付けを行いようが、ポジを得る方式を取っていた。繊維のある紙を使うため、金属板を使うダゲレオタイプとは異なり鮮明さでは、劣った。しかし、カロタイプの印画は洋画を役にあたって再三使える。 すなわち複製が作れるというダゲレオタイプにはない利点があった。1843年に分れは写真工房を作り複製能力を活かした写真集の出版を開始した。1844年に出版した自然の鉛筆ペンシル・オブ・ネーチャーは有名である。この自然の鉛筆は世界最古の写真集とされている。タルボットはこの方式を特許とし、 写真家から高額の使用料を徴収したため、特許料不要のダゲレオタイプに比べ、カロタイプの活用は大きく制限された。口述のコロジオン法などに対しても、特許侵害だと主張した。彼は、残りの人生を写真家たちを相手に特許を守る裁判に費やしたが、敗訴に失望し、最後には特許を放棄した。しかし、カロタイプの技術はフランスなどで改良された。 1850年代より、フランス政府により自然、建築、遺跡、産業、災害などの記録を残すプロジェクトが始まり、フランス国内外の多くの風景が記録された。また、後に、アメリカのジョージ・イストマンは、タルボットの方式を改良した。フランスのイポリット・バヤールも、独自に紙と銀化合物を使用した、カノタイプに似た写真技術を開発し、 1839年頃には撮影に成功したが発表が遅かった上ダゲレオタイプの普及と研究を推進するアカデミーに無視されたので最初の発明者として認識されていない。1840年彼は抗議の意味を込めて見投げして歴史した人体に紛争した自分自身を影して公表した。これは世界初のセルフポートレート写真自社像とされる。 1851年、フレデリック・スコット・アーチャーがコロジオン法、湿式コロジオン法を発明し、金属板に代わり、ガラス板を使ったネガ板を作る写真技術を導入した。これに先立ち、スロベン・ジャネス・プハールは1841年に、ガラス面へ写真を撮る技術を発明し、1852年7月17日、パリの国立農工商大学、 認知されている。ガラス板によるコロジオン法はダゲレオタイプの鮮明さとカロタイプのネガポジ方式の複製可能性を合わせ持っていたため、八百五十年代にはダゲレオタイプに変わり、肖像写真の主流になっていく。またインガシのハロゲン加減を凝結させるために卵白を用いた新しいインガシアルビュメンペーパーも開発され、その弱点であった退色しやすさも、 前時的に改良され、コロジオン法を使った風景写真には、キュスターブル、グレーの作品のように光や、水や空気感の移ろいの一瞬を捉えたものもある。この現れによって、写真における風景は静止したものから動きあるものへ変わっていったように見える。この頃から肖像写真ではない記録写真が現れ、一方でアマチュアラにより、心情を反映した写真も撮られるようになった。 クリミア戦争で建造用馬車に乗って、戦地を回ったロジャー・フェントンや、アメリカ南北戦争でのマシュー・ブレーリ、ー、アレクサンダー・ガードナー、ティモシー・オサリバンらによる報道写真も登場したが、この写真技術の感度では戦闘の激しい瞬間は映せなかった。その代わり物資の運搬風景、兵士たちの写真、戦いの舞台となった後の荒野や、あちこちに横たわる戦死者などを撮影したが、 これらは当時としては大きな反響を呼んだ。その他、植民地化や欧米の帝国主義の進出に伴い、開国したばかりの日本をはじめ欧米以外の世界の風景や風習がヨーロッパ人によって撮影されるようになった。コロジオン法の普及により、豊かな層の中には自分で写真機を買う者も,も現れ、アマチュア写真家も多く出現した。ジュリア・マーガレット・キャメロンは、 絵画的な肖像写真を多数撮影し、写真家にして、児童文学者、ルイス・キャロルは、多くの少女たちの写真を撮影した。1871年、リチャード・リーチ・マドックスによって、中華銀をゼラチンに混ぜた、観光乳剤が開発され、ガラス板に乳剤を塗ったゼラチン乾板が1870年代末期以降、湿式コロジオン法に代わり普及するようになった。 ゼラチン甲板は感度も高く、また撮影者自身が用意しなければならない、コロジオン出版に比べて、工場で大量生産し、あらかじめたくさん用意することができた。これによって、野外での撮影の機動性も飛躍的に高まったほか、これまでの感度では撮れなかった動く人々が撮れるようになった。エドワード・マイ・ブリッジによる、走る馬や飛ぶ人間の動きの瞬間を捉えた。 連続写真もこれで撮影された。ダゲレオタイプは産業革命の頃の中産階級の肖像画が欲しいという需要に応えるため、1840年代のヨーロッパに熱狂的に広まった。この肖像画需要は、油彩画では生産の速度からして需要に応えきれず、写真技術の発展を後押しすることになった。ダゲレオタイプは美しい画像が撮れたが、 現場が壊れやすく副車も難しかった。スタジオで肖像が一枚を撮るのに2006年の物価に換算して1000米ドルほどかかることもあった。撮影者は安価で多くの副車を作る方式を科学者に要請し、これが後にコロジオン法の登場やタルボットの方式、ネガポジ方式への回帰につながる。1884年。 ニューヨークのジョージ・イーストマンは紙に乾燥ゲルを塗布する方式を開発し、もはや写真家は乾板の箱や有毒な化学物質を持ち歩かなくて済むようになった。1888年7月、イーストマンの設立したコダックカメラがあなたはボタンを押すだけ、あとはコダックが全部やりますとの振り込みで市場に参入した。こうして現像サービス企業が登場し、誰でも 写真撮影が可能な時代となり、複雑な画像処理の道具を自前で持つことが必要ではなくなった。1901年には、コダックブラウニーの登場により写真は市場に乗った。フィルム発明については、カメラの歴史コダックとフィルムの起源を参照。1925年に登場した 35mm カメラ、内カなどによって、一般性、過半性、カメラの持ち運びやすさ、 機動性、フィルム交換のしやすさが高まって、スナップ写真が広まるなどした。これ以後は、写真技術の発展は、カメラの発展と歩調を合わせることになる。これについては、カメラの歴史 35mm 及びそれ以下の項目を参照。20世紀以降、観光材料の発展としては、カラーフィルム、多色フィルムの普及や交換度化、微粒子化があり、 全体的により小さな画面フォーマットへの移行が起こった。これにより例えば報道写真に用いられるカメラも、スピードグラフィック、ローライフレックスから 35mm カメラへと移行する一方、機構の自動化、電子化によるオートフォーカス、AF、自動号やオートエキスポーズ、AE、自動露出、またシャッターの高速度化や連続撮影の高速化も進んで、 撮影可能な領域の拡大や撮影の容易化は著しい。画像の電子記録も広まっている。デジタルカメラでは液晶画面によるインスタントプレビューが可能で露出決定などの撮影技術も容易なものになり、また高画質機種の解像度は高品質の 35mm フィルムのそれを超えているとも言われる。コンパクトデジタルカメラの価格は大幅に低下し、写真を撮ることは より手軽な行為になった。しかし、もっぱら MEMF、手動での露出、焦点の決定のカメラと、白黒フィルムを使う撮影者にとって、1925年に 35mm、ライカカメラが登場して以来、変わった点は、ほとんどないとも言える。2004年1月、コダック社は、2004年末をもって 35mm、リローダブルカメラの生産を打ち切ると発表した。 フィルム写真の終焉と受け止められたが、当時のコダックは、フィルムカメラ市場での役割はすでに小さなものであった。2006年1月、ニコンも同様に、ハイエンド機械6と、ローエンド機 FM10 を除いた、フィルムカメラの生産を打ち切ると発表た。2006年5月25日、キャノンは、新しいフィルム一眼レフ。 SLR カメラの開発を中止すると発表した後も4種のフィルム SLR を販売継続していたが徐々に生産中止となった1910年頃からピクトリアリスムに対して絵画の模倣に過ぎないという意識が強まりピクトリアリスムを否定して写真本来の機能に基づきかつ写真にしかできない視線で写真作品は制作さるべきだとの考えが起こってきた これが写真誌におけるモダニズムである。この考えに基づき、二つのかなり異なる方向が取られることとなった。一つは絵画的表現から独立した、よりストレートな作品を技巧をあまり用いずに制作する方向、ストレートフォートぐらいであり、もう一つは写真独自の技巧をむしろ積極的に極端に用いて、 前衛的な作品を制作する方向で、いずれの方向も写真にしかできない表現を目指したものである。前者はアメリカにおいて顕著であり、特にスティーグリッツの周辺やグループ F64 で大きく展開した。ヨーロッパでも新則物主義傾向の作品やバウハウス等の構成主義的な作品の中にその動きがある。後者については、 ヨーロッパにおいて顕著であり、未来派、ただ、シュルレアリスムなどの動きと連動し、フォトグラム、フォトモンタージュ、ソラリゼーションなどの技法も積極的に用いられた。なお、この二つの方向は互いを排斥するものではない。例えば、極めてストレートな作風のアジェの作品が、シュルレアリスム的感覚を内包していることは周知の事実である。これらの傾向は、 この時期及びそれ以降の広告写真やファッション写真へも大きな影響を与えた。1920年代頃から撮影、印刷技術の発展とマスメディアの発展、読者の見たいという欲望の開拓により、報道写真、フォトジャーナリズム、グラフジャーナリズムが勃興し始め、第二次世界大戦を挟んで、その繁栄が続く。 1936年の雑誌ライフの創刊や1947年のマグナムフォトの設立などはそれを象徴する出来事である。報道写真は真実を写すことが求められる。すなわち、やらせや嘘を報道することは否定される。ただし、真実は一つだけではなく複数のうちから選択できる可能性があり、また、その選択において、 事故の主張を含めることもできる。これは、すなわち、写真の利用の仕方により、ある程度の範囲で、真実の選択が可能であることを意味している。典型的には、プロパガンダであり、ケースにより、それは、真実とは言えないものまで含み得る。また、報道写真において、スクープを重視する方向も、この、選択可能性という性質と深く関わっている。報道写真は、 外見的にはストレートフォトグラフィーを用いている。多様化、混沌の時代は現代美術としての写真の時代とも言えるが、1960年代頃から写真の中では報道写真が最も優れているという神話が崩れ始め、写真作品はそれぞれの分野で進むべき方向についての模索を続け、全方向に拡散していく時代になったと考えられる。すなわち、 ある時期ある時期を捉えて、ある種の傾向でくくることができなくなっていった。このことについては、写真の多様化として評価される一方で、混沌であると否定的に捉える考え方もある。写真作品の外見的な特徴としては、ストレートであってもストレートでなくても構わない。外見は重視されず、例えば、いくら美しい作品でもそれだけでは評価されにくくなった。 撮影技術や見た目、外見的な質や様式ではなく、むしろコンセプトが重要視される。コンセプトさえしっかりしていれば、撮影技術は地拙でも構わないという考え、コンセプト至上主義す存在する。したがって、ある独立した一作品を取り上げて、この作品はいいとは言いにくい状況になっている。一作品では、コンセプトが見えない。このことについては、写真が、 外見だけで判断されず、その背景にあるものを含めて評価されるようになったとして、肯定的に捉える考え方もある。その一方で、写真の独自性が失われて、現代美術に飲み込まれ、現代美術の一部分となってしまった、と否定的、批判的に捉える考え方もある。例えば、後者の考え方からすれば、コンセプト至上主義により、逆に、技術的に薄っぺらい、キーな、 わかりにくい、写真作品が量産されている。という批判が存在しうる。これは、現代美術一般についても当てはまる批判である。いずれにしても、写真を撮る者が写真家である、必要性がない時代、写真家ではない美術家が、写真作品を制できる時代が訪れたと言える。19世紀には、写真は、商業サービスとして速やかに広まった。 エンドユーザーへの写真器具の販売は工業利益のわずか20%だった。20世紀末から広まったカメラ付き携帯電話のような電子技術や通信サービスの発展につれて通信技術の進化を全体的に理解するためには画像利用の経済学的な理解がますます重要になってている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。